秋の麒麟草とは、菊花、秋の麒麟草属の多年草である。高さは70から80センチメートル程度となり、8から11月に草状の黄色い花を多数つける。葉は五星し、茎の下部では先端型がある、楕円形、上部では筆心型になっている。北海道から九州、朝鮮に分布、産地や丘陵部の日当たりの良い場所に生える。 かつては里山に囲まれた水田の周辺、ため池の土手などにごく普通に見られた秋草の代表であり、林道等と共に小学校の教科書や絵本などでよく紹介された。しかし、そのような環境の減少や後廃と共に見られる場所が少なくなり、秋の道端の黄色い花は聖高浜達草にとって変わられた感がある。秋の麒麟草の若葉は食用花であり、 水にさらした後、あえ物やおひたしにする。また、陰干しにしたものは焼くようにもなる。変異の多い種でもある。基本ア種は、ヨーロッパ産の洋酒秋のキリンソ草。ア種の宮間秋キのキリンソ草と比較して、花は三房状で、双方辺は四列であることが異なるが、中間型もあり厳密な区別は難しい。大のキのンソ草も別ア種で、北海道から、 本州北部の海岸に生える。別種ながら関係のあるものとして、青柳花と一寸金花がある。ありがとうございます。